で、空島編はもうビタリ一致ですね。何編何編ってめちゃめちゃワンピースにはありますけど、アルビダ編、モーガ編、バギー編、黒編、ね、クリク編みたいなのめちゃめちゃありますけど。質問なのですが、ルフィが一度死んで倒れてから二課になり立ち上がった時にギアフィフスと言っていたのですが、ルフィは一度も二課化していないのにギアフィフスと名付けたということですかね。どう思いますか。私は取ってつけた感じがしてちょっとあれでした。確かに悪魔の実の覚醒させたやつは800年間いなかった。でとにかくあれはギアフィフスでルフィがつけただけで悪魔の実が覚醒したってことなんだよね、完全にね。で今までは血液をポンプみたいにしてギアセカンドで骨風船で膨らませてギアサードで弾力と覇気の応用みたいなのでギアフォースで、ギアフィフスって言ったら能力の範囲内でやるのがあれなんですけど、そこが覚醒なんだよね多分ね。覚醒イコールギアフィフスってことだよね。後付けというか取ってつけたような感じっていうのがまさにそうなんだろうね。今まではこれからギアサードをぶちかましてやるぜ。で、ギアサードっていうのは頭の想定の中にあるあの骨風船をやるぜって言って発動するのが今までのその次のステップのギアだったんですけど、このギアフィフスに関してだけは2巻になって、うわ、これもうめちゃめちゃ力みなぎってくるぞ。何でもやれる気がするぞ。ギアフィフスみたいなことだよね。後付けだよね。だからルフィ自体が。小田先生の構想にはあったでしょうが、ルフィにとってはこんな状態になれるなんて思ってなかった。それの証拠に、この攻撃でカイドウを倒せなかったらそれで終わりだみたいな感じで蓬莱八景とかぶつかりそうになってサイファーポールゼロの横槍があって、蓬莱八景をもろに食らってしまったみたいな流れなんで、あの時点でギアフィフスを想像できてなかったと思うんで、ニカに覚醒をなぜかすることができて力がみなぎってくることをルフィはギアフィフスと呼んだっていうことだよね。なぜロジャーは時々の実で20年後に飛ばなかったのですか。気質だったらすいません。これ結構鋭いですね。とにかくロジャーには死期が迫ってた。時々の実で時が来たことは冗談っぽかっただけど一応信じてたってことだよね多分ね。で何言ってんだそんな能力あんのかみたいな、なんか半分信じてないみたいな雰囲気で進んでて、でラフテルのだいぶ手前で時は長旅で病気になってしまってワノ国に桃之助と日和を置いて戻りました。でそっからロジャーとおでんたちの冒険はラフテルにたどり着くことになる。でそこで早すぎたっていうことを知る。で死期はもう近づいている。その状態で20年後に飛んでも何もできないことは分かっていたのかな。間もなく死んじゃうから、だから飛ばなかった。で飛ぶぐらいだったら飛ぶ前にこの世界で俺にはやるべきことがあるって言ってやったのが自首をして大海賊時代を幕開けさせることだったみたいなのでいいのかな。かなり鋭い質問でしたが、ロジャーは自分の死期を悟り20年後に飛んだとしても自分が何もできないことが分かっていたからこそ飛ばずにその時代その世界でできることをしたっていうことですよね。ワンピースはモッチー先生のライブと考察動画で楽しんでいるものです。そんな自分ですが夢の果てについて予想してみました。なるほど。1、ルフィの夢の果ては俺はないろんな漫画の世界を冒険するんだだと予想しました。いろんな漫画の世界を冒険する、なるほど。これなら白ひげ麦の一の反応、島すら出たことないヤマトが涙するにも納得がいきませんかと。海賊王になって叶うのかですが、海賊王になるが小田先生がジャンプのトップになるというダブルミーニングだと考えていて、そうすれば他漫画とのコラボも叶うかも的な意味が含まれているのかなと。海賊王がなぜジャンプの王と思う方もいらっしゃると思うのですが、ジャンプのシンボルマークって海賊なんです。しかもあれですよね、二角帽子みたいなのかぶって眼帯のマークっていうのがジャンプのシンボルマークでございます。しかも理由は自由奔放だから、海賊王に俺はなるってルフィのセリフに自分の夢も乗せてたのではないでしょうか。叶え方はシンプルで、ワンピースの正体がジャンプ、ニカの漫画のような能力でその世界に飛び込むというものです。笑いあり感動ありの作品が多数あるジャンプですので、ロジャーたちの反応も説明できるかと。そして黒ひげのように支配独り占めではなく、ルフィのように楽しさを共有できる人間をロジャーは待っていて、ジョイボーイは多くの作者が残した数多くの素晴らしい作品、まさに一つの意の代表をラフテルに残したと考えました。これなら人々の意初期構想説も一生できてあちいですと。ご意見いただけたら幸いです。あとこの考察で最も重要なのは6割ぐらいが何ウソップ3時と同じ否定派でいてくれることだと思っています。笑いと。長文失礼いたしましたというところで、いやこれもう意見するあれもないじゃないですか。素晴らしい素晴らしい、聞いたことない考察ですね。お宝としてはかなりメタ的なお宝になるみたいなところで、まあなんで笑ったのかっていうねところになるんですけど、ジャンプが置いてあったから笑ったんだっていう回収のされ方をするっていうねところなんでしょう。いやこれもだからもうなしとは言えないですよね。このもう夢の果てに関しては、ニカが出てきた時点でもう何でもありになったんですよね。そのワンピースの正体とか何かっていうのがもう何でもありになった感はあるんで、これを 100% 否定していくことは絶対にできないというね、可能性がこう無限大に広がったのが、人々にモデル2課でございましたと。そしてそのねジャンプのロゴマークの回収にもなるしっていうところなんでしょうね。その後の構想ってどうなんだろうね。でもねこれがそうだとして、例えば今連載している漫画にルフィが入っていくみたいな話になるのかな。それすごいけどな。
ストーリーと関係ないところにルフィが入ってきたらすごいけどな。それはそれでかなり協力が必要だけどね。ご協力いただかないとね、漫画家さんにね、大御所漫画家さんにジャンプの連載掴み取ってる超大御所の漫画家さんに、まあ、小田先生に頼まれたらイエスとしか言えないのかな。私お恥ずかしながらジャンププラスをこうダウンロードしてるんですけど、ワンピースしか読んでないですよね。なのでね、そのイレギュラーさみたいなのはね、あんまり理解できてないですけども、ただ異質ではあるでしょうね。異質だということはわかりますね。で、ドラゴンボールとトリコはコラボしてたよっていうね、まあそういうイメージなんでしょうね、多分ね。素晴らしい考察なんじゃなかろうかと。あとまあジャンプのロゴマークとかで言うと、まあジャンプのロゴマークもそうだし、そのジャンプコミックスって書いて J と C みたいなで、 C の真ん中に点あるみたいなさ、それもロゴじゃないですか、ジャンプの。なんかそれとかがパンダマンの考察コミックスのカラーの表紙をバッて取って裏返すと、25巻から70巻までだっけ、パンダマンが裏表紙の地図に対してこういろいろなこう行動をしている、ちょっとずつ動いていって、なんかライバルみたいなやつ出てきて逃げてとかね、で UFO 出てきてクジラに飲み込まれて、で太陽となんか一体化してみたいなのブワーって あって、最後そのパンダマンの冒険がどうなるかっていうと、ジャンプコミックスのこのねロゴマークとパンダマンの顔が一体化バチンってなって終わるみたいな。でその C に点の部分がパンダマンの左目になるように同期するんだよね。そことかもあるんで、だからメタ的な宝になるんじゃないかっていう断言はできないんですけど、そのぐらいこう壮大なことというか、ジャンプに対する何かみたいなとか、ジャンプのロゴマークの眼帯の海賊みたいな、なんかその辺との絡みみたいなので、小田先生が壮大な仕掛けをね施してきそうな気配はプンプンしてるし、現にねパンダマンとジャンプコミックスのロゴマークが一体化しているってことをもうやってるんだよね、すでに。どうなるのかという。さあ、深夜さんと500円ありがとうございます。初スパチャです。少し前からモッチー先生の動画に出会い、今では日曜24時に最新を読みながら初見読み配信を見るようになったものです。ありがとうございます。かなりね新しい方というね、まあ、新規がなかなか入ってきてないデータが出てるんでね、こういうのは結構嬉しいですよね。うん、好きなキャラはブルック、好きなエピソードは空島編、好きな NBA 選手は元キングスのジェイソン・ウィリアムスですと、応援していますということでね。ブルック好きってかなり珍しくね。ブルックが好きな人って考えると、普段から楽しく生きていたい、エンジョイしたい人なのかな、陽キャなのかな、ブルック好きっていうことはね。私的にもブルックは結構上位には入ってくるキャラクターなんだよね。あんまりブルックが好きとも言ったことないと思うんですけど、こうネガティブさのかけらもないキャラクターが好きなんですよね。好きな女性のタイプはアラレちゃんって言ってるぐらいで、まあアラレちゃんとブルックあんまり似てないけど、なんかいつも明るいみたいな、大きい括りで言うとブルックは結構似てるじゃないですか。なのでね、ブルックっていうのはもう好きなキャラクターで、まあいつも明るいキャラクター、ネガティブさのかけらもないキャラクターっていうのはなんか女性に多いんですよね。自分の恋愛対象っていうこともあるんですけど、で男としてはその明るいキャラクタープラスその男気とか、芯のあるとか、そんなキャラクター、まあそれこそワイパーが好きだったり、トムさんが好きだったり、フィッシャータイガーが好きだったりするんですけど、なんかそんな感じですよね。トムさん、ワイパー、フィッシャータイガーとかがベスト3ね、好きなキャラクターで、空島編はもうビタリ一致ですね。何編何編ってめちゃめちゃワンピースにはありますけど、アルビダ編、モーガ編、バギー編、黒編、ね、クリーク編みたいなのもめちゃめちゃありますけど、その1位になってるのが私も空島編でございますので、かなり気は合う方なのかなという。で、ジェイソン・ウィリアムスってさ、あれ、あのジェイソン・ウィリアムスか。キングス時代のってことかな。いろんなチームでプレイしてるからね、ジェイソン・ウィリアムスはね。キングス、グリズリーズ、あ、このヒートの時にもね、優勝を経験してるヒートの時の印象はすげえ強えな。一時引退してマジック行って、グリズリーズに復帰したみたいなことが。サクラメントキングスの時のね、98年の NBA ドラフトで全体7位。なんかもうめちゃめちゃかっこいいんだよね。ビハインドパスって言ってさ、なんかこうよくあるじゃん。かっこいいパスみたいなさ、後ろにこうやるみたいな。ドリブルしていって、ビハインドバックパスをやろうとするモーションになるのよ。つまりこっちからこっちにパス出すみたいなさ、後ろを通って、でここにいるディフェンスはこっちにつこうとするんだけど、このパスしたもう漫画っすよこのパスした球を自分の肘で逆方向こっちにパスするんだよこっちじゃなくてこっちに肘をわざと当てて自分のパスをね。あれ当時のバスケ部は全員真似したけど、あれがどんなに難しいか、確実性がないかっていうのを痛感したと思うんですけど、エルボーパス、そうそうそう、ホワイトチョコレートみたいなね感じ。なんか黒人のプレーと白人のプレーって、その身体的能力がはっきり違うんだけど、白人なのに黒人みたいなプレーするみたいなの言われてんだけど、なんかちょっと差別的な意味も含まれそうだから、本人は気に入ってなかったよね、そのあだ名をね。あのバックビハインドエルボーパスはどぎも抜かれた
あれ多分ね、あの NBA の多分レギュラーシーズンとか本当の試合ではないよね。あれ確かオールスターとかでやったんだよね。まあちょっと祭りっていうことで、まあ多少失敗しても許されるみたいな多分中でやったと思うな。こっちにこうパスすると見せかけて、この肘をこうこっちに当てて、バーン当ててこっちにパスするみたいな。でまあなんかかなり派手さのあるね、あのプレイヤーなんで、ポイントガードとして安定感がないとかターンオーバーが多いとかっていうのがまあ弱点になって、見てる分にはめちゃめちゃ楽しいんだけど、まあ私的な好みで言うと、それこそ三能の不活とかが好きなんでね、スラムダンクで言うと。だポイントガードって結構安定感のある、例えばペイサーズのマーク・ジャクソンとかさ、レジー・ミラーの時のその辺がポイントガードとしては結構好きだったりするんで、まあジェイソン・キッドとかね、ロンドとかも好きですけど、派手さがないけどミスが少ないポイントガードみたいなのが、でディフェンスがめちゃめちゃすごいみたいなさ、まあそれこそニューヨークニックスのデレク・ハーパーっていうポイントガードいたんですけど、あれとかね、なんかあのユーイングとかさ、ジョン・スタークスとかの時代のポイントガード、スタメンのポイントガードデレク・ハーパーっていうやついるんですけどあいつとかがかなり一番好きだったぐらい。あとバッドボーイズの時のあのジョー・デューマスとかね、でそういうまあ分かりやすく言うとスラムダンクの不活みたいなプレイヤーが好きなんですよね、ポイントガードは。なのでジェイソン・ウィリアムス全然嫌いじゃないし見てて楽しいけど、応援してたら、いやいやいやいいよっていうさそんなかっこいいことやんなくていいよっていうさ、普通にパスしてくれよって思う派なんで、ただ見てて楽しいし、まあそのジェイソン・ウィリアムスミックスとかってさ、英語で検索すると多分死ぬほどかっこいいノールックパスとか出てきますね。神がかったパスとかディフェンス置き去りにするプレーとか出てきますけど、やっぱり優勝に貢献する働きができるポイントガードっていうのが私的には好きなんで、派手でね、そのハイライトとか見る価値はめちゃめちゃありますし、楽しいし人気が高いのは知ってますけど、私的にはそんなにっていう感じだよね、ジェイソン・ウィリアムズはね。ただ話はしたいよね、この人とねだからこそそのヒートのジェイソン・ウィリアムズの方が印象に残ってんだよな。マイアミヒートで、まあ、ドゥエイン・ウェイドとかが優勝する時のチームにジェイソン・ウィリアムスもいて、スタメンだったと思うけど多分。で、その時は、なんかね、片鱗はちょっとあるんだよ。20点とかね、ヒートが勝ってて、まあ、ミスしても最悪大丈夫な時とかは、なんかノールックパスみたいな派手なパスとかやってくれたりするんだけど、基本ベース、めちゃめちゃ基本に忠実にミスを少ないプレイヤーとして、ロールプレイヤーに徹するというか、優勝にちゃんと貢献するなんかポイントガードとして、存在してたと思うんで、あの時のマイアミヒートのジェイソン・ウィリアムスが。なんかどっちかって言ったらキングス時代のジェイソン・ウィリアムスよりも、ヒート時代のジェイソン・ウィリアムスの方が好きかなっていう。グリズリーズに入った時ぐらいからもう落ち着いてたんだ。まあそうそうそう、かっこいいし、あの、誰も真似できねえようなプレイもできるんだけど、どっちかって言ったらやっぱり優勝に必要な仕事をしてほしいと思うタイプなんで。いや、そういう意味ではデレク・ハーパーのディフェンスとかマジでやばいかんね。まあ、その時のニックスは優勝できなかったんだけど。あと、ジェイソン・ウィリアムス、まあ、背も低いし、ディフェンスそんなに上手なイメージはないよな、あんまりね。まあ、あんまりジェイソン・ウィリアムス、とにかく人気が高いから、あんまり悪口言うと怒られそうだから。私が好きなポイントガードのタイプではないっていうだけですね。死ぬほどうまいけどね。死ぬほどかっこいいけど。そういう意味ではマイアミヒートの時のジェイソン・ウィリアムスはやばかった。